バンバンザイ、ゆいです。みゆです。ルナです。はい。なんと、バンバンザイチャンネル登録者数10万人突破。イエーイ。無事に、はい、10万人行きました。ありがとうございます。もう早い。本当に早い。まず4ヶ月で10万人ってやばくない？マジでやばい。ルナたちのことずっと見てた人はわかるけど、うん、一番初めの動画で1年かけて7万人ぐらい行きたいねみたいな感じで話してたのにさ、そう、めっちゃ懐かしい。ルナ言ってたよね。言った。7万人って言ってた。2000人とも言った、確か。何万人行きたい登録者数？え、まずは2000とか。2000？ 2000少ないか。医師は10…あー…に、うん、20万ぐらい。20万ぐらい。みゆは？みゆ、じゃみゆもやっぱ7億人とかね、7億何人とか行きたいよ。行きたいけど、まあね、そうなっちゃうと YouTube 側がね、落ちちゃうから、うん、バンってなっちゃうね。バンバンザイ。あー、かかったね、かかった。ザブトン。まあなんとね、4ヶ月で10万人達成することができました。いや、すぎる。マジで嬉しい。嬉しい。行くと思ってた、正直。途中から思い始めた。ルナも思い始めた。一回伸びて、みんなでさ、頑張ろうって言ってからなんか、うん、これはいけるなと思った。確かにね、すごいスピードで伸びてったじゃん、うん、嬉しいことに。伸びない時はしっかり話し合ったし、うん、しかもそれを話し合ってちゃんと結果に出たからね、うんうん、でもね、まだ10万人がさ、ゴールじゃないやん。そうだね。ルナたちもっと上求めてるしさ、今の段階でルナは4ヶ月後、うん、何万人行きたい？ガチで、ガチで。ガチで、うん、いけるかいけないかギリギリ。4ヶ月後やんな、うん、30は絶対行きたい。おお、結構でかい目標だね。30、あの25万人としても四捨五入したら30になるから。そういう意味で30にしたんだ。すごい。25って思ったのもよく分かんなかったけど。え、でも30はマジで絶対行きたい。行きたい、うん、覚えてるか分かんないけど、一番最初の頃に10万人行ったら何したいか話したの覚えてる？覚えてるよ、ルナ。覚えてる？覚えてなかったらやばいから。あ、オッケー。せーの、沖縄旅行。ということで、じゃあ、うん、ここにね、いつも出てもらってる高弘くんもいて、そうだね、近々行こう。行きたいです、本当に。またそれも動画にできたら、うん、できちゃうって、できたらいいね。うん。ということでね、ちょっと前振りはここまでで、ちょっと本題があるんですよ。お、10万人っていうのはみんなの力もあってのおかげで、うん、ということで、なんと今回初めてのプレゼント企画。イエーイ。プレゼント内容言ってください。今回のプレゼント内容は、100名様に、100名様に、私たちバンバンザイメンバーのサイン入り写真をプレゼントしたいと思います。イエーイ。こういうのはめったにないと思う。ないない。なんかイベントとか行ってもサイン入りとかあんまりないし、うんうんうん、そうなんだ。しかも全部違うやつだから、ポーズとかもね、顔もね。そっか。っていうことはさ、もう世界に1枚だけのバンバンザイの写真ってことじゃん、うん、もしかしたらみんな半目の可能性もあるからね、送られてくるやつが。あ、1個いるつもりない。当たりだよ、もう半目当たりだよ。で、応募方法なんですけども、うん、概要欄に応募フォームを貼っておくので、うん、その URL から飛んで応募してください、うん、はい、はい、お願いします、はい。実際4ヶ月短く感じるかもしんないけど、振り返ったら結構長くなかった。長かった。てか濃かったね、うん、全部が。一番初めの動画この前見たけど、すごいめっちゃ成長したなと思う。マジで面白かったよね。ルナが俺らのことをくんちゃん付けするっていうね。いや、もう今もしてるよ、ギシくん。してるしてる。えけどなんかね、みえちゃんとギシくん、ルナちゃんって初めて言ったからね。あ、そう、ルナちゃんって言ったんだ俺ら。そうそうそう。初めの動画マジ慣れてなかったね。うん。え、逆に初めから見てくれてる人っているよね。おると思う。たまにコメントとかでさ、うん、最初の頃と全然違うみたいなコメントがもらえるから、うん、あ、みんなも一緒に見てくれてるんだって思った、うん、なんか一緒に成長してる感じしてすごい嬉しかった。初めから見てくれてる子、トップガとかコメントでさ、うん、ちょっと今も一緒やからさ、めっちゃもう見てくれてるんやって、うん、常に更新して、あ、また新しいコメント来てると思ったら、うん、いいねして。たまになんか深夜の3時ぐらいに寝れなくて起きてて、うん、コメント見ていいねした時があって、うん、その10秒後ぐらいに、こんなに遅くまで起きているバンバンザイメンバー誰ですかっていうコメント来て、俺が見る確定じゃん。危ねえと思って。そう、そういうのも見てくれてんだなと思ったら、うん、めっちゃ嬉しかった。確かに、ね、今思えば毎日投稿俺たちしてるわけやん、うんうん、投稿しだしてからの1週間ぐらいマジでため撮りするために、うん、ホテルに泊まったりして、もう撮影行ってホテル行って、そうだね、繰り返してる。北海道だったから俺ら。
そう、みんな最初はホテルじゃなかった。そっか、ルナもだって最初そうだったよね、遠かったから、うん、2週間ぐらいホテルだったね、うん、マジでその時もう体ボロボロだった。そう、めっちゃボロボロ。その時が一番寝た気しなかった。 YouTube に慣れてなくて、うん、話すのとかさめっちゃ考えるわけや、うん、どうしたら面白くなるんやろうとか考えてさ頭こんがらって。確かに箱詰めの期間さ食べる企画も多かったわけじゃん。みんなブク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 太って、マジでその時あん時ら5、6キロ4、5キロ太った俺逆に痩せたマジで。俺だけ痩せたと思う。だって食べへんもん。やばい、そういうこと言うな。だって食べへんもんな。違うんだって、食べ終わって胃もたれして、うん、そっから食えないんだから。大食いでしか飯を食えない、栄養を摂取できない。羨ましすぎる体型だマジで。でもコッピングコバーのマグロ食べてなかった。全然何言ってるか分かんないけど大丈夫そんなに心細くなることだったの今のホッピングボバは。ダメね。そうだねマジでさ、うん、ハードすぎなかった。撮影終わってまたプラスでご飯食べに行ったりした。そうそうそう、入ってんのか入ってないのか分かんないぐらい。終わった後に速攻みんな寝てたよホテルで多分。それ、うん、でもそうなったら今ってさ、うん、割とうちらの方でも慣れてきてか分かんないけど、うん、トークとかもそんなになんか被らなくなったし、うん、すごいルナに関してはマジでめちゃくちゃ喋れるようになってた。あ、確かに。なんで自分でもめっちゃ言ってるじゃん。喋れるようになったけどもね、ず最初ね、いやマジギスクの顔見たらイライラするでここで聞きやめて10万人おめでとうの喧嘩ですね。そうだね、もうずっと健全本当にね、仲いいんだもんね、うん、大丈夫だよね。いいよ、うん。ミユいない時のあの二人の動画見たけど、あんなにすごいなんか異世界感じたの初めてだったよ、うん、なんかもうね、俺ら二人で毎回撮る時すごいなんかわけわかんない、もうどっちもボケるって何やってんのこの二人とマジでわけわからん。オープニングが好きなのさ俺ら。右脇、左脇、ルナ脇です。ルナ脇です。右肘、左肘、山岸です。今度ミユちゃんもやろうか一番混ざりたくないと思う4ヶ月 YouTube やってバンバンザイの前と変わったことは、今と始める前を比べて変わったこと、うん、変わったこと、うん、メンタルが強くなった。何があった逆に最初何があった違う、なんかそのアンチコメントっていうか、うんうん、ファンの方がカバーしてくれたりとかで気づかくなったし、 あとはもうなんか明るくなったかもしれない。普段も普段の生活とかも話せるようになったし、うん、そうだよね。だってみー、ルナの最初のさ、ルナのこと知るためにまあ調べるわけじゃん、うん、意外と乗ってくれる人だと思ってなかったから、うん、そこは結構ギャップ。私、おとなしい子だったの。めっちゃおとなしかった。ルナとか言われたもん、ギシ君とかに。はじめブリブリしてる子かなとめっちゃ言われた。あー、うん、だって普通にさ、最初会った時にさ、俺がなんかボケてもさ、ルナはって笑うだけど今、しばくぞ、コロナだから、ね、いやいや、完全に引いてたわ、それ最初の頃やんちゃなんですよこの子今考えたら。えでもマジみんな変わったと思うの。変わった。みゆちゃんはあんまり変わってないから。ノリでも変わってないよな。ノリは変わってない。動画見てもなんか一人だけなんか 真ん中でウェーやってねえよ。そんなのやってないわ。一番見た目変わったと思う。ギャルからなんか大人っぽい&幼くもなった。本当に、うん、最初の頃の動画もう見れないもん。でも最初の頃本当にやばい。マジでやばい。二人の喧嘩する動画のサムネマジで面白いんだよね。いや、あの時初めて YouTube ってすごい難しいんだなって思ったのが、雪見大福かと思って自分が本当に一人人間じゃなかったマジで。白飛びしすぎて、いや、やばかったでしょあれ。あのサムネだけバンバン剤じゃなくて女子プロレスラーみたいなマジでガチでさ、炎燃えてマジでさ本当にね、マジで面白かった。いやでも本当にあれもいい思い出だけどね、うん、まあ、今となればミエが一番感謝してるのは、うん、なんかタカピロがバンバン剤メンバーじゃないけど、うん、スケートとしてよく大食いに参加してくれてるじゃん、うん、それは結構心強いなと思うけどね、うん、いつも連れてきてくれてありがとう。いいえ、狙ってるわミエ。やばいってそういう男嫌いな。そういうのバレるから。男なんだ、みー男になったあ、こっちなんだ。なんで俺なんだよせめて指さしてこうやってね、なんか、うん、3人でさ、仲良くもなったし、うん、いろいろプラスでしかないし、本当にそう、ね、10万人いけたことがとりあえず嬉しいですね。うん、一つの通過点としてね、うん、これからもっとバンバンザイ頑張ろう。はい、はい、これからバンバンザイは成長し続けるので一緒に応援よろしくお願いします。お願いします。
じゃあルナから最後プレゼントについてもう一回だけ、はい、プレゼント企画をやっているので概要欄から応募フォームを見て URL で飛んでください。よーし、はい、派手なだ派手なだ飛んじゃえ飛んじゃえ、みんなぜひ応募してください。はい、写真100名様限定でね、そうです、撮るので世界に1枚だけのバンバン剤当ててね、はい、このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。お待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。コメント待ってます。10万人ありがとうございます。